メインイベント GHC ヘビー級選手権、王者中島和彦対挑戦者塩崎豪。改めてノアの頂点を目指す今日の一戦になりますが、この一戦にかける気持ちを聞かせてください。そうですね、まあ、ノアの頂点を目指すっていう言葉だったら、まだこの試合は自分にとってベルトを取る始まりであり、その通過点に過ぎないと思ってるんで、まあ、まだ、ノアというものを、ノアのトップを目指す中で、もうこの GHC というベルトはね、自分にとってかけがえないものだし、必要なものだと思ってるんで、はい、まあ、まずこの試合は必ず自分が勝たないといけないと思ってます。去年久しぶりに巻いたそのベルトは、まあ、はい、短い期間で手放すことになりましたが、はい、改めてその GHC ヘビーのベルトに対する思いというのはどんなものがありますか？そうですね、まあ、ノアで生まれた自分にとって、あのベルトというものの重さ、歴史というものは自分の中にすごいありますし、まあ、前回巻いた時とはまた違うね、意味での戦いだと今回は思ってるんで、そのプロレスリングノアとしてしっかりと、まあ、中島選手もノアの人間ですけども、まあ、より自分の方がね、ノアで生まれた人間としてその歴史をね、紡いでいく意味でしっかりと、あの GHC のベルトの価値を、そして未来をね、つなげていきたいなと思ってます。その中島選手はデビューした年が同じという、はい、もう一つの因縁もありますが、そうですね、まあ、何度かシングルで対戦してますけども、まあ、その時はまだあの中島選手は、ジュニアヘビーだったんで、こうやって同じ階級でね、そしてこの GHC、ベルトをかけて戦うというものも、本当に自分の中ではすごい運命というものを感じてますし、うん、同じ土俵でこうやって対戦できるというものをね、その2004年デビューというものもありますけども、もう、うん、中島選手とそうやって戦うことができる、ノアのこういうビッグマッチのメインで、そしてベルトをかけて戦うという意味というものをね、自分の中で考えて、この試合に臨みたいなと思ってます。今日以降のノアの舵取りを含めた大一番になると思いますが、はい、今日の一戦に向けて一言最後に。そうですね、本当にさっきも言ったように、プロレスリングノアの歴史と過去をね、自分が未来に紡いでいくために今日の試合は勝ちます。新生ノアになってからの、その最初の大きな大会でのメインをチャンピオンとして迎える今の気持ち、いかがでしょう？いや、非常にやりがいを感じてます。はい、いい緊張感で、あの、まあ、コンディションもいいし、今日は、まあ、真のエースっていうところを見せたいなと思います。はい、相手が塩崎ですが、このあたりは。そうですね、まあ、正直僕も読めないというか、これまでの塩崎というか、なんだろうな、過去に一度も勝ったことがないし、自分の、正直言って自分の勝つイメージはできてないです。そうですか。そうですね、もう、その、なんだろうな、まあ、ただそれを試合中に描きたいと思ってるんで、はい、まあ、それぞれがこの一戦に向けてはいろんな特訓もしたりですとか、やはり意気込みが違うのかなという印象を受けましたが。そうですね、まあ、本当に俺らが、そして、まあ、俺が今引っ張っていくというか、やっていかないといけないと思ってるんで、まあ、その覚悟を今日はお見せできるかなと思います。はい、同じ年にデビューをした間柄というあたりも、やはり意識する部分にはなりますか？もともと階級が違ったんで、そんなに接点はなかったんですけど、まあ、当時は団体も違いましたし、まあ、でも同じデビューの年ということで意識は、僕は僕でありましたしね、それがまた不思議なもので、同じリングで戦うっていう、今日はとてもそういう意味では不思議な感覚ではあります。はい、
中島さんと塩崎さんそれぞれの師匠同士もすごい試合を歴史に残る試合をしましたけれども、はい、またそれにも匹敵するような試合になるんじゃないかと期待も高いと思います。そうですね、まあ、期待に応えるのがプロレスラーだと思いますのでしっかり、期待に応えるだけではなくそれ以上のものを見せられるように、今日は精一杯、頑張りたいと思います。では4度目の防衛戦に向けて最後に一言お願いします。はい、今日、新生ノアになってまた新たな時代が動く瞬間でもあります。ぜひ、その目で見て応援のほどよろしくお願いします。まあ、そして俺が真のエースだっていうことを証明したいと思います。なぜなら俺は止まらねえ。ノア・ザ・リボーン、ノアが生まれ変わり、そして生まれ変わったそのリングの主役が果たして誰になるのか。現在のチャンピオンは中島勝彦、今日が4度目の防衛戦です。ベルトを持つ男がその中心の主役となるのか、あるいはまた新しい男がこのマットの中心に立つのか。かつて3度このベルトを巻きました塩崎豪、ノアで生まれノアで育ち、そしてノアを離れノアに戻ってきた男です。去年も戻ってきたノアでベルトは一旦巻きました。しかしそのベルトを腰にした期間はあまりに短く、今一度仕切り直しのリングになります。現在のチャンピオン中島勝彦を今日の横浜で下し、4度目の体感、そして35歳真のノアのエースとなるでしょうか。チャレンジャー塩崎豪、今青コーナーに立ちました。果たしてその腰にベルトは戻ってくるでしょうか。育ち、そして踏み込んだノアのマットで一歩一歩プロレスラーとしての成長の跡を刻んできました。ノア・ザ・リボーン、生まれ変わり、そして新たなスタートを切ったノアの現在の主役、第28代 GHC ヘビー級チャンピオン王者中島勝彦です。その右手に輝く GHC のベルト、鈴木軍からノアを守り、そして王者の強さの象徴のベルトを手にし、2017年のノアのマット、その年明け早々にも防衛に成功しました。迎えた今日が4度目のタイトルマッチになります。2004年に共にプロレス界にデビューした2人です。それぞれの師匠佐々木健介、小橋健太はまさにあの東京ドームで死闘を演じました。その代が変わり、かつての付き人、そして弟子たちが今輝くベルトを手にし、今中島勝彦が王者として横浜のマット、今放送席小橋健太さんの前を通過してゆっくりとリングを一周しています。今日の塩崎に勝つことで王者として、そしてノアのエースとしても中島勝彦のその存在価値は一気に高まるでしょう。果たしてこの中島勝彦が王者としての輝きをさらに増す夜になるんでしょうか。そしてこの中島対塩崎、あるいは塩崎対中島、今後のノアの看板カード、永遠のライバル対決となるでしょうか。王者中島リングインです。今一旦そのベルトが本部席に戻ります。ゆっくりとリングを一周しまして、そのベルトを王者としての存在を見せました中島、そしてそのベルトに今一瞬手をかけましたチャレンジャーの塩崎豪です。
放送席はゲストに小橋健太さん、そして解説に佐久間和彦さんで引き続きお届けしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ両者が紹介されます。ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。いよいよタイトルマッチメインイベントです。青コーナー挑戦者240パウンド塩崎ゴー。ノアで生まれノアで育ちノアに帰ってきた男、チャレンジャー塩崎ゴーです。赤コーナーチャンピオン210パウンド中島勝彦。ノアで磨きノアで育ち、そして今ノアの中心に立つ男、チャンピオン中島勝彦です。グレートボヤージ2017 in 横浜 3.12 横浜文化体育館大会のメインイベントです。王者中島4度目の防衛戦、そしてチャレンジャー塩崎取れば4度目の体感、メインの60分一本勝負です。静かにその表情を佇まいを見せています両者。ただゴングが鳴った直後におそらく火花は散るでしょう。まばゆい光の中グリーンのマットに立つ2人、ゴングが鳴った音が耳に届いたかどうか。今ようやく塩崎が一歩二歩前に歩み出てきました。小橋さん、はい、両者の表情がそれほど興奮しているようにも見えないんですが、内に秘めたらものを感じる表情ですね。そうですね、落ち着こう落ち着こうとしてるんじゃないですかね。あ、なるほど。でも燃え上がってるんじゃないですか2人。そうでしょう、はい、半時計回りに今王者中島、そしてチャレンジャー塩崎号を組み合っていきます。力を込めます両者。塩崎が押してくるか。さあロープには静かな横浜の夜です。おっと、まず蹴りに行こうとしたのは中島。佐久間さん、はい、回線のまずチョップが一発入るかと思いきや、うん、そうですね、まあ、やっぱりねお互い、まあ、塩崎のチョップ中島のキックというのはねこの試合でもう何十発何百発とこう打ち込まれるでしょうからね、はい、そのどっちが先手を打っていくかというもうまず最初ですよね、どっちから来ますかね、これは。まだ両者とも当たっていませんが、何か小林さん本当にもう最初の一手をめぐる攻防が非常に緊張感がありますね。そうですね、この緊張感がいいんですよね。あ、タイトルマッチ中島にとって4度目、そして塩崎も去年は一旦ベルトを腰に巻きましたがもう一度そのベルトを取り戻すことができた。チョップ入った、さあ一発入りました。中島も先ほどいわゆる前入りになりましたがキックが一発、そして今度は塩崎がチョップの時間にどうやらなりそうです。いや振り返していった、おっと今ダイビングショルダーに行こうとしてましたね。ダイビングショルダーアタックに行こうとしたとこ、うわー、これは狙いすまして中島が迎撃しました。まさによく見てますよ ね、 ですね、うん、今佐久間さんこれ喉元ですか顎ですか、うん、まあ、そうですね、胸から顎にかけてのあたりだったと思うんですけど、やっぱりカウンターで入ってるのでね、結構これダメージありそうですよね。今抑えているのは顎の先のあたりだったんでしょうか、飛び切る前に体がこう伸び切る前に蹴られましたから。あ、そうですか、はい、いやただその胸のあたりを抑えているのは中島、やはりそのチョップ一撃の重さがあるんですが、このあたりは小林さん王者中島が非常に落ち着いて見ていましたね。そう落ち着いてますね、でやっぱり中島も3度防衛して、はい、今日は4回目ですよね。そうですね、非常に自信が顔に出てきてますよね。そうですか、自信が、はい、さあこのふてぶてしいとも言えるような表情ですが、さあ今度は額を突き合う、エルボーできました。ああチョップではなく佐久間さんエルボーでしたね、はい、ちょっと多分中島としては予想外だったんじゃないですかね。そうでしょうね、あのエルボーとチョップだとこう、ね、届いてくる距離が違いますから。なるほど、一瞬ねこう受けるタイミングを失ったような感じでちょっとガクンときましたよね。これ小林さん両者ともに思わぬ攻撃でまず行ってですね。そうですね、やっぱりこの先の一歩一歩を読むのは、ああこれは画面ハイキックです。さあ塩崎場外ではなくエプロンサイドに止まっていますが、中島、あっと、これは後ろ、背中を強打しました。今ちょっと後頭部、後頭部近かったですね。ちょっと今危険な落ち方をしましたが、今完全にもうその場外に足をつく前にもう体が鉄柵に当たってましたもんね。うん、そうですね、
これはちょっと先ほどの、ダイビングショルダー迎撃された顎の影響、それから今後頭部首筋のあたりもどうかというところですが、今そんな感じでしたね。ですね。さ、中島がまた距離を測っています。狙ってる。おそらく振り向きざまに来るでしょう。中島が距離を詰めてくるかどうか。飛んでくる、あと足を捉えた。さあ、抱えて今度は鉄柵が近い。あ、喉元をつけます。いや、胸板から喉元のあたりを今落としていって、放送席近くの目の前、もう一度抱え上げて放送席目の前の鉄柵に落とすか。喉元、これは今小林さん目の前でしたね。今喉元というのを、胸に当たる。今胸を当たりましたね。胸ですね。鎖骨のあたりでしょうか。今これはもうかなり苦しそうな、胸の骨直撃じゃないですか。そうですか。これだけ鍛え上げている、結構この後のチョップとか効いてくるんじゃないですか、うん、この後の、はい、なるほど。佐久間さん、これは塩崎考えての今の落とし方ですか。はい、そうですね、考えてますよね。2回やりましたからね。これです、このチョップです。いいチョップですね。いいチョップです。今も小林さん本当に目の前でご覧になりますてますけども、いいチョップですか。いいチョップですね。あ、これはこの後のチョップ、やっぱり狙ってますね。その、もう前から胸を狙ってますね。これはこの後のチョップによるダメージが非常に心配される中島ですが、鉄柵の向こう側に塩崎が連れていきます。これは投げを狙ってくるのか、いや、チョップを狙うか。これでもう椅子に倒れ込んでしまいます。多くのファンの皆さんで奪っている横浜。さあ、これは飛んできそうだ。塩崎が距離を測る。鉄柵の向こうにダイブした。もう向こう側2列目のお客さんも逃げていました。思い切っていきましたよね。ですね。先ほどリングの中、序盤の攻防ではあのダイビングショルダーを迎撃されたんですが、さあ今度は塩崎がチャンスとミリア場外で飛んでいきました。思い切って飛びましたね。そうですね。改めまして佐久間さん、はい、この一戦に臨むにあたってそれぞれがあの例えばそのボディービルで中島が鍛えたりですとか、はい、この塩崎も空手道場に行ってみたりですとか。そうですね、あのそういう、ね、特訓というのもありましたけど、塩崎は今年に入ってからかなり、ね、昔の自分の試合のビデオを見ている、そう、はい、映像を見ているみたいなんですね。それがなぜかというと、やっぱこう過去の、ね、気持ちを思い返したいということと、やっぱノアに戻ってきてから自分の立場を見間違えてたんじゃないかというのをこう本当に、ね、今回のノアザリボーンじゃないですけど、自分をリボーンさせるためにね、こうかつての映像を見て、かあの燃えるような気持ちを奮い立たせるっていう狙いがあって見てたみたいなんですよね。そうですか。今のこういう積極的な仕掛けにもそういうの現れてますよね。よろしくお願いします。うわ、下から膝が入っていきました。いやもう小林さん、塩崎の表情が試合前とは全く変わりましたね。生き生きとしてますよ。そうですね。いいですよ、今の攻めはいいですよ。はい、小林さんも、まあ、付き人としてこの塩崎とは長く接して、まあ、もう弟のような存在だったと思うんですけれども、はい、塩崎もいろんなチャンスもつかみながらなかなか手にできずという期間もありましたからね、はい、王者にもなりました。ただノアを一旦離れ、もう一度このリングに戻ってきましたが、まだ自分の居場所がはっきりとつかめているような、そんな感じにはまだ見えない時期もありました。抱え上げて、だからこの対決が大事なんですよね。なるほど、今日の試合が大事になってきます。ここで、ま、真の意味でのチャンピオンとしての居場所、ノアの中心に立てるかどうか。そうですね、ですね。ゴーとしても大事ですけど、チャンピオン中島としてもすごい大事ですよ、この試合は。そうですか、佐久間さん、その小林さんがおっしゃる大事な、中島にとっての大事な部分ってどういうところでしょう。あのやっぱりね、こうせっかくベルトを取って今中心になりつつあるわけですから、はい、中心になるべき戦い、まあ、避けては通れない相手ですよ ね、 すね。同じ2004年デビューですから、これがねもう大先輩であるとか、あるいはかなり後輩というのと違くて、ここはもう避けて通れない相手で何度も戦っていくことになると思うんですよ、このチャンピオンという立場でこの塩崎との戦いに負けるというのはね、やっぱり序列という部分もありますし、絶対に譲れない戦いだと思うんですよね。そうですね。今も激しいチョップ、一発一発が重いチョップがこの中島の胸板に入っています。2004年デビューの中島、そして塩崎の2人です。思えば佐久間さん、その1年後の2005年に東京ドームで小林さんと健介選手が戦うという、はい、まだデビュー間もない2人はその戦いを見たわけですもんね。そうなんですよね、そうですね。その後2005年の11月、はい、日本武道館で、はい、僕とゴーと組んで、そうです、
佐々木選手と中島選手を組んで対決したんですよね。どうも佐久間さん、その試合も非常に熱心に見ているようですね、はい、いやそうですよね、やっぱりあの時っていうのは技術がないからこそがむしゃらにやれた自分がいたということなんですよね、塩崎が言うには、まあそういう時の気持ちをね、今足りない部分なんじゃないかということでそれを思い出して戦ってますよね、うん、そうですね、初心に戻るっていうか、昔の気持ちをもう一回蘇らせるって大事なことだと思います。なるほど、はい、まあ、当時はまだ中島がジュニアヘビーのカテゴリーにいる、まだ体格の差はあったということもありまして、その後のシングルでは塩崎が勝ち続けてはいるんですけれども、これ佐久間さんもう本当に記録はリセット、はい、新しい1ページですよね。そうですね、今やっぱ中島はチャンピオンですからね、塩崎は追いかける側になってるわけですよね。そうでしょうね。そしてもう一つ佐久間さん、この塩崎はノアに戻ってはきましたが、はい、まだまだ本来の自分のいるべき場所といいましょうか、うん、まだ模索中なのかなという印象はありますよね。やっぱりちょっとこう遠慮みたいなものが去年1年間でかなり見えた気がするんですね、はい、なのでやっぱりそうじゃなくて中心にどっかり座ってやるっていう意気込みを見せてほしいなというのは感じますよね。そうですね、はい、この塩崎も過去3度 GHC のベルトを巻きました。中でも小橋さん、はい、三沢選手が亡くなった後の王座決定戦でベルトを巻いたのはこの塩崎と、ノアの将来をまさに託された男でもありましたからね。あの試合は本当によく頑張りましたね。そうですね、やっぱりその気持ちの強さを持ってる男ですから、はい、期待はしてますよですね、そこからその塩崎としても様々な自分の自らの道を模索しながら今一度このノアのリングに戻ってきました。そして何と言いましてもこのチョップは小橋さんのそばで見て身につけていったものです。あー膝正面から行きました。あーこう足を取らせて側頭部。本当にねこの中島勝彦という選手は、はい、手のように足を使いますからね。あ、うん、なるほど、本当にこう器用に足を使いますよね。自在に操ることができるんですね、はい、蹴りを使うんで、はい、これは本当に用心しないといけないですね。ちょっと思い出していただいて、中島勝彦また体格も変わってますけども、はい、この蹴りというのはどうだったんですか。いや重いですね、重い、速い、うん、はい、で今回ボディービルの世界チャンピオンについて練習をやってますよね、はい、パワー、スタミナ、それにこの速さ、重さ、まさにこれですね、加わっているので非常に楽しみですね。なるほど、ですから佐久間さん、このチャンピオンも現状維持ではなく、はい、さらにもう一歩上の段階という、うん、今努力をしているわけですね。はい、もう持ち前の武器をさらに良くするためのこう、ね、自分の肉体改造であったりとか、ね、はい、ちょっと力をつけてきている部分がありますよね。そうですね、まだだってまだ昨日29歳になったばかりです、はい、そうです、はい、まだまだこれからですよ、このチャンピオンは。3月11日、生まれの29歳、王者の中島勝彦です。まあ、2004年にデビューした2人ではあるんですけれども、まあ、何しろ佐久間さん、この中島はもう本当に、はい、中学を出てすぐにというね、そうですね、15歳ですからね。はい、キャリアは豊富ですけど、まだまだ年齢的にはもう十分な伸びしろを持ってますよね、はい、というこの2人、一方チャレンジャー塩崎35歳、男は40からという名言を残された小橋さんからしますと、まさにこれからの年代という。まだまだ35歳まだまだですまだまだですか。まだまだそうですか。さあ、おわっと近いところ、両者の打ち合い、そのタイムショルダーリングの中でヒット。さあ小林さん、見てましても本当に序盤から一発一発が重いですね。やっぱりね、この中島と塩崎っていうこの試合がこれからノアの中心になっていかないといけないと。そうですか、はい、そういう試合になっていかないとダメですね。なるほど、はい、まあ、佐久間さん、思えば鶴田天竜があり、三沢川田があり、三沢小橋があり、はい、小橋秋山がありと、そうですね、いったその各団体のその名勝負というのは必ずありましたもんね。そうなんですよね、やっぱり本当ここ最近のは今日の2年間というのはね、やっぱ鈴木軍がいたことによって内部の戦いっていうのを充実させる環境になかったんですね、はい、それによって看板カードを失ってしまったところがあったので、それを取り戻すというのもノアザリボーンの大事な課題になると思うんですよね。そうですね、当然この2人はそれを自覚していると思いますから、はい、まずこの第一歩にしてほしいですよね。なるほど、さあまた対角線でこの一撃に入ります。両者が惜しみなく、そして逃げることなくこの攻防を続けます。重いね、いや小橋さんの口からも重いという言葉が思わず出るほどのチョップ。そしてあの序盤の胸への攻撃は相当効いてるでしょう。手さん入りのチョップが入りました。
早い畳みかけで今リングの中央溜めて落としていくかどうか。このまま垂直落下で今場内の拍手のボルテージが高まっていく中でどっしりと落としていきます。塩崎です。カバーに行きます。このノアザリボーンという中にあっては杉君との構想の中にも例えばその前には丸藤健太があり丸藤杉浦がありと名勝負を積み重ねていってこそのこのノアの歴史があります。新しい歴史の1ページ、その新しい歴史の象徴となるカードとすることができるかどうか。やっぱりそうこの試合がやっぱりそういう風になっていかないとダメですね。そうですか、はい、あー手に上げました。そして今流れは中島に変わった。急角度のバックドロップが今リングの中央に突き刺さりました。一瞬にして流れが変わります。ちょっと塩崎の目がうつろになってきていますが正面から中島がおーこうしたラリアットをかわすチョップが入る。高い大きくこの身体能力はジュニア時代から変わりません。そしてここも今度はドロップキックで返していきました、塩崎も、ね、いいドロップキック持ってますからね。素晴らしいドロップキックの打ち合いになりました。負けず嫌いですね。本当にそうですね、でまた小林さん両者が打ち合うんですけれども、はい、まさに逃げずにもう狙っている部分もありますね。こいと、そういう覚悟を感じますよね。そうですね、それは本当にまさに、ま、12年前の2005年の東京ドームを思い出すようなそんな両者の打ち合いにもなっています。両者が一歩も引いていません。さあ距離ができました。ダメージはもうこれご覧になっていて小林さんほぼ互角ですね。そうですね、両方とも両者ともにダメージがなりますけど、はい、この苦しい中を攻めないとダメですね。そうですね、髪の毛をつかみ合ってお互いにもうこれはもう気持ちですね。もうね、そうですね、何ができるというよりもまずは気持ちを前に出して、おチョップが入ります。今度は中島の意地で倒れません。どうやらこの2人の打ち合いが始まりそうだ。これも思い切って、倒れません。膝は崩れかかっていますが倒れません。チョップが入る。息が途切れそうなその中で板を貫く今ミドルキックが入りました。もうお互いこう打ってこいという状態でやってますよね。そうですね、打ち合いが本格的に始まりました。全力です。マージョのキックにもパワーがついてますよね。そうです、あーとここはちょっと緩めたか。横浜のファンがこの一瞬を見逃したくない、そんな視線が注がれます。恋と塩崎打つ中島、右腕に力を込める、すぐさま返す。お互い譲らないですね。飛ばしたい佐々木健介、あの12年前を思い出すかのような攻防。うわっと今度はつま先が入ったか。あの時の弟子たちが横浜で打ち合います。小林さん、はい、小林さんの表情が楽しそうに見えますけれども。いや楽しいですね。そうですか、あの時健介選手との打ち合いというのは今振り返るとどうだったんですか。そうですね、もうどこまでも行こうと思いましたね。そうですか、はい、今日はどこまで行くでしょう。まあ、お互いに倒したいんですけどね、倒れないから続くんですよね。ですね、ジャンプを振り下ろす、この攻防に一旦区切りをつけるか。今2位クラッシャーに行こうとしていますが抱え上げて、その蹴りの軸を壊しにかかる後ろ巻き、たっぷり溜めていきましたね。ですね、今の左膝攻撃がこの後どう影響するか。中島、今度は右腕破壊から、後ろからもいった、腕いきましたですね。
今佐久間さん両者がその攻撃の軸を壊していこうという、そうですね、お互いの、ね、武器を削りに来ましたね。でその後の攻防はでもやはり打ち合います、うん、中島も当然蹴ってくるでしょう。しかし塩崎も背中がピクリともせずに全て受け止めます。そういえばあの2005年の試合後も佐々木健介選手も打ち合っていて楽しかったと試合後にそんな話もしていましたが、小橋さんもまさにそんな心境だったんですね。そうですね、もうランナーズハイのような。あ、はい、当然痛みやもちろんあるんですけど、あるんですけれども、はい、でもこの瞬間がたまらないんでしょう。おっと中島が膝をつく、中島が膝をついた。塩崎が上に行ったのか、いや中島はそれを認めるわけはないでしょう。おたけびを上げながら立ち上がる、膝に力を込める。塩崎もその思いに応える、連発で打った。やっぱり一番最初のあの鉄柵に、はい、あれが効いてるわけですね。つけたあダメージがだんだん効いてきていますね。そうですか、はい、やはり積み重ねられていってますからね、ダメージが徐々にね。これは厳しいですよね。ただ打ったこの塩崎ももう右腕、これ坂間さんこの後使えますかね。いやその後まだね、塩崎はゴーアナリアットの武器もありますから、結構消耗してしまってると思うんですけど、セーブしながら勝てる相手ではないですからね。なるほど。いやちょっとこの大変見応えのある攻防ではあったんですが、この後の攻防が逆に心配になるくらいの両者のダメージの蓄積具合ですが、エプロンサイドに中島、リングの中腕を押さえている塩崎、ちょっと感覚がなさそうだ。あー、ドラリア取った。そして鉄柵、今度は試合序盤とは逆に今度は塩崎が狙っているのか、距離を測ってます。今立ち上がった中島、ロープに飛んだ。おー、トップロープを越えました。なんとトップロープを越えていきました。もうこれは本当に小林さん、もうこの試合のここまでの流れがあるから今ここで止めるんでしょうね。そうですね、あの昔のビデオをよく見てた、はい、ゴーがよく見てたって今聞きましたけど、やっぱりこういうのなんか捨て身の攻撃とか、さっきの場外の捨て身の攻撃とか、こういうトペとか、こういうのは昔よくやったんですね。あ、なるほど。佐久間さん、なんかこう、はい、荒々しい塩崎が、そうですね、出てきましたね。やっぱりそういう部分も出していかないと、この中島はね、今の充実したチャンピオンを崩せないですよね。そうですね、なんと言いましても中島勝彦は杉浦から取り、鈴木実、正木民也、そして今年初めに杉浦に勝って防衛3度、後ろからラリアット、正面からおっと左腕、後頭部では右腕、挟み打ちのラリアットを打ちます。もうこれはもう佐々木健介選手を思い起こさせるような。あ、そうです、これは相手の師匠の技を畳みかけていく。ラリアットは左腕来ましたね、来ましたね。小林さんも思わず思い出す、そうですね、ですね、佐々木選手はこういうあの攻撃をしましたね、ですね、はい、それを今弟子でもあります中島勝彦に打ち込んでいきました。さあ右腕はどうだ、自らの剛腕を振り抜くか、自らの師匠でもある小橋健太さんの前で剛腕、あと蹴りで迎撃されました。あと、さあローリングで入りました、顔面にヒット。いや、かなり今危ない当たりが出ましたね。今これは右腕をしましたね、ボコッという右腕が聞こえましたが、さあ中島勝彦はここで、ま、今塩崎は自力でほぼ立ち上がれないような状態で正面から蹴りできました。ガッチリカバーにいます、肩を、あと危ないところ、ちょっとまだ塩崎かなりダメージあると思いますよ。ですね、あの中島は本当にここ最近は回転系の蹴り技っていうのを封印してたんですよ ね、 ですね、はい、ちょっと危険度が高いという部分もあって、あえて自粛してたようなところがあったんですけど、あーっと決めた、ね、ですね。さあゴールが進んだ、いやただちょっと力が今坂間さん入りきりませんでしたか。そうですね、今最後の左手がうまく
相手を押さえつけることができなかったですね。万全な形には入りませんでしたね、はい、ゴーフラッシャーでは万全ではなかったですね。ですね、うん、まあ、とにかく流れを切ったというだけな感じではありますよね。決めに行ったわけではなく完全でしたけど、なるほど、切り返しのブレーンバスターからのそのゴーフラッシャーはちょっと不完全な体勢。さあ、雄たけびを上げる塩崎が、いや、目の前中島も立ち上がってきた。ゴー、振り抜いた1回で決まったか、いや、これから決めに行くか。一発で決まってもおかしくない当たり方でしたよ、今は。それだけのインパクトでしたね。さあ、塩崎がベルトに手をかけたか。カバーに行った、これで決まるか、両足をがっちりカバー、うわーっと肩は上がりました。中島にとっての今日が4度目の防衛戦です。そしてベルトを取れば4度目の体感の塩崎。ノアの中心に立つのは誰か、そしてノアのこれからを代表するカードにこの試合がなるのかどうか。中島対塩崎、塩崎対中島、今攻めているのは塩崎です。これダメージが残ってますね。これ今ちょっと今引き起こそうとしていますが、中島も立ち上がれません。まさに大の字の状態ですが、今レフェリーチェックしてますが、うん、立ち上がれるか。塩崎手招きしていますが、あー、ちょっとダウンカウント入ります。あと無理やり塩崎は引き起こそうとしますが、そうですね、すみません、もうここは行った方がいいですね。畳みかけていきたいところ、ちょっとまだ中島の目が開いていません。こうしてローリングの手下切りを入れて連発だ、3連発。ただ倒れません中島。わあ、ローリングの逆水平が入りました。これはちょっと佐久間さん、目が心配ですね。そうですね、中島かなりダメージ大きいですね。ダウンカウントも中断しての攻撃、もうすでに25分経過しています。至近距離です。振り抜くか、バックに回る、バックに回って投げた、固めた、ジャーマンで丸めた、2カウントです。いや、佐久間さん一瞬でしたが、なんとか体勢取り戻しましたね。ちょっとまだ中島朦朧としてますよね。ですね、反射的に無意識にこうくぐったような感じですかね、ラリアット。なるほど、まだ目がちょっとまだ朦朧としますよね。まだ朦朧としますね。まだ、まあ、もしかしたら 今のジャーマンも中島っぽくなかったですね、まだ。なるほど、うん、ですから中島本人もしっかり打ったかどうか覚えてないかもしれません。ちょっと意識の度合いが心配なんですが、先に立ち上がったのは中島。あーっと今塩崎も今膝を立てますが体勢が整いません。ただその目はご覧の気迫で今中島ににじり寄ります。それを今目が戻ってきました、うん、中島の目に力が宿りました。あー、ソフト部このキックを振り抜いた。これは危険だ。これは来ました、これは来ました、これはまあこれがあるんですよ ね、 これは聞いてますよね。あー、今度は塩崎です。今度は塩崎の目の焦点が合いません。これが中島はあるんですよね、さあこのまま一気にバーティカルスパイクに持っていくか。リングの中央、体勢十分、雄たけびを上げる王者中島、体勢は整った。抱え入れた、垂直に行くか、食べました、垂直落下。さあバーチャルスパイクの中央、がっちりカバーにいった、3つ入りました。王者中島4度目の防衛、横幅で果たしました。最後は垂直落下、佐久間さん、はい、最後の一撃に力を貯めましたね。いや、そうですね、その前のハイキックはかなり強烈でしたよね、今自ら立ち上がった中島ですが、まだ足取りはフラフラしています。塩崎はまだ今トレーナーのセコンドの呼びかけに口は動いているようでしたけれども、まだ動くことはできません。王者中島4度目の防衛成功、第28代王者バーティカルスパイクからの まさに小林さん一発で決めましたからね。そうですね、やっぱりキックが、速攻でのキックが効きましたね、まあ、事実上佐久間さん、あの一撃で勝負があったというところですね、はい、そうですね、ちょっとね、朦朧としてる間意識がもう戻った
ような顔になった瞬間のハイキックでしたよね。そうでしたね。いやまさに本当に一瞬自らの目の輝きを取り戻したその一瞬を逃さずに塩崎への側頭部の一撃、そしてバーティカルスパイクでのフィニッシュまで持ち込みました。中島対塩崎、この戦いがノア・ザ・リボーンとして新たなスタートを切ったノアの象徴的なカードになるかどうか、一つ今日の、ま、ヘビー級となり今それぞれの立場で歩み出した2人の中でのある面初対決は中島が勝利を収めて防衛成功です。振り返ってみましても小橋さん、本当に一撃一撃にもう隙はありませんし、はい、重さがありましたし、重さありましたね、力強さがありましたね、ありましたね、はい、まさにヘビー級としての王者としてのその風格すら漂わせた中島の今ベルトを持つ姿、ただ今首を押さえながら膝をついた塩崎に中島が近づきます。まだ塩崎は整体することができませんが、今横浜のファンが大きな拍手を送ります。中島は待ちます。塩崎が立ち上がるのを待ちます。自らの足で立ち上がるのを待っている王者、今視線はあったかどうか、何を語るか両者、何か言葉は交わしています。小林さん、今の仕草は王者としてのその力を今日、まあ、塩崎も感じたでしょうし悔しさもあるでしょうし、そうですね、でも本当にこの試合これからもどんどんこう上昇するでしょうね。そうでしょうね、はい、試合内容も、あ、両者がそれぞれお互いに頭を下げ礼を尽くし、今日のリングを今まず先に塩崎が後にします。まだまだ見たいこのカード、まだまだ見たいこの2人のタイトルマッチ、そんな思いを抱かせる一戦でした。見事4度目の防衛成功されました中島選手です。中島さん、まずおめでとうございます。ありがとうございます。今塩崎選手が退場されていきますが、最後にどんなやり取りがあったんでしょうか、教えてください。塩崎、ありがとう。最後も深々と塩崎選手にチャレンジャーに一礼をされましたよね。そうですね、まあ、塩崎豪にはありがとうとすいません、前にどっかで覚悟がちげえって言ったことがありますけど、塩崎の覚悟は十分にありました。だから塩崎すいません。試合中にその塩崎選手からいろんなことを感じたと思います。お互いが一歩も引かない逆水平と蹴りの攻防でした。あのやり合いというのはどんなことを考えていた逆水平と蹴りの時間帯だったんですか。そうですね、必死でした。本当に一歩も引きたくないし、そしてそばでは大物が見てくれてますから。放送席にはゲストとして小橋健太さんがいらっしゃいます。ありがとうございました。小林さんに見られたらそりゃ引けませんよ。この付き人を務めた塩崎選手の逆水平というのはどんな味でしたか。一言で言えないね、まあでも同じ13年14年目に入りましたけど、同じキャリア分の悔しさ嬉しさ全てが
感情のすべてがあのチョップ一発に入ってると思います。今日の会場にいらっしゃる横浜のファンの皆さんはもちろん全国のファン、またこのお二人によるこういう素晴らしい戦いを期待していると思います。ありがとうございます。まだまだ俺たちは始まったばかりなんで、こっからもっと俺たちは美味しくなるはずです。チャンピオンである以上守り続ける役目があります。終わったばかりで恐縮ですが、次のチャレンジャーのイメージがあれば教えてください。そうですね、まあ いろんな声があるけど、でも皆さんの声に俺は応えていきたい。だから俺が応えていきたいこと、そして俺がやりたいこと同じだと思ってます。今いろんな動きがあるこのノアだけど、はっきりした方がいいんじゃない？ねえ、これから先のノア、頼るのは上の世代じゃない、俺たちが作っていくんだ。だから上の世代よりも俺たちがもっと光り輝いてみせたいと思います。今日のこのタイトルマッチ、これだけたくさんのファンの皆さんが駆けつけてくださいました。最後はマイクを託します。メッセージお願いします。今日は本当にこんなにたくさんの皆様にお越しくださいまして、本当にありがとうございました。俺は ノアを見守ってくれる皆さんの声に少しでも多く応えていきたい。まだまだこんなちっぽけかもしれないけど、でもこのベルトとともにこんな小さな俺でもやれるってところを皆さんに見せていきたいと思います。アンストッパブル、俺は止まらねえ。いろんな思いを込めてその言葉一つに表現した中島ですが、小橋さん、王者としての今の中島の姿というのはどうご覧になってますか？そうですね、本当に顔に自信も出てきましたし、うん、やっぱり自分がこのノアを引っ張っていきたいという強い気持ちを感じましたね。29歳、まさにこれからというね、はい、これからが本当に楽しみな中島ですが、佐久間さん、はい、頼もしい宣言と言いましょうか、上の世代、まあ、丸内ユーラーも含めて、はい、これからそういった世代を押しのけてでもという、ね、はい、思いがあるでしょうね。そうですね、まあ、今日の塩崎との戦いを俺たちはまだ始まったばかりと言いましたけど、かつての、ね、三沢小橋戦のような看板カードになる第一歩は刻めたと思うんですよね。それをこう、ね、もう次の戦いでさらに上回る戦いを見せていくことで、もうブランド看板になっていってほしいですね。そうですね、小橋さん、そういった戦いを重ねていくのは本当に大変だと思うんですけれども、はい、でもそれを、ね、大変ですけど、本当にもうやりがいであったり、もう本当にありますよね。そうでしょうね。僕も29歳の時に初めて三冠のベルトを前にたんですよ、うん、はい、やっぱりそういう強い気持ち大事ですよね。そうですね、はい、そんな王者になっていけるでしょうか。ファンは塩崎さんの復活、絶対復活すると待ってると思います。一言お願いします。まだまだ俺は今日の戦いで上がるだけでまだまだ落ちたまんまだよ。俺の今の勢いまだ落ちたままだ。必ずあの場所には必ずたどり着く。
それだけだよ。次も楽しみにします。佐久間さん、はい、まあ、このメールも含めました4大防衛戦もありました、はい、横浜大会振り返るとどんな印象でしょうか。いや、そうですね、まあ、非常に、ね、こうバラエティに富んだメンバーが出てきた中で最後に、ね、チャンピオンが締めるという、ね、はい、一番いい形を終えられたというのがまずやっぱり大きいですよね。なるほど、はい、やはりそれがまた小橋さん、はい、今中島選手が近づいてますので、もしかすると放送席に来るかもしれませんよ。ちょっと今王者が放送席の近くに来ていますが、今ファンの一人一人と握手を交わしながら、今放送席の前に中島克彦王者が来ました。いや、大事なことです、はい、ファンのみんなと今本当にこの、まあ、小橋さんがそうであったようにベルトを非常に大事にして、はい、そのベルトの権威を非常に感じながら今握手に見えたんですが、私にそうですね、本当にこのベルトを大事にします。やっぱこの思いがやっぱベルトにも通じるんですよ、小橋さん2年間ベルトを、ね、13度の防衛守りましたけれども、やはりそういった一戦一戦の積み重ねがおそらくこれから中島も感じるんでしょうね、はい、そうです。こうして試合終わった後にリングサイドに人が集まる、はい、ファンのみんなが集まる、すごく大事なことだと思います。佐久間さん、いい光景ですよね、はい、これやっぱりね、武道館で試合をやった時って、はい、メインが終わった後に皆さんこういう風に来てたんですよね。そうでした。その空気を中島がチャンピオンになってからこれ徐々に戻ってきてるんですよね。あー、なるほど。だんだん増えてるんですよ、このリングサイドに来るお客さんの数が、はい、それはやっぱ中島チャンピオンのね、こうやっぱり支持率が高まってきている証拠だと思いますね。なるほど、はい、小橋さんもこういった時間を非常に大事にされていましたけれども、はい、これは本当にファンの皆さんと一緒に防衛を重ねていった王者の喜びでもありますよね。そうですね。そしてこの空間を作り上げた選手だけで作れないんです。あー、なるほど。ファンの皆さんがいて、そして初めて内雑空間なので、うん、はい、その中島選手の感謝の思いが今みんなに続いているんだと思います。あ、そうですか、はい、確かに佐久間さん、本当にこの、ま、王者を支持するというのは、支持してもらうというのは、はい、並大抵の努力と試合ではできないと思うんですけれども、そうですよね、今それを獲得しつつあるわけですね。そうですね、やっぱそれをやりがいを感じながら戦っていると思いますし、今日やっぱりすごく、ね、いいライバル塩崎が、ね、いたということで、これはやっぱり何度もやっぱ見たい顔合わせですから、どんどん、ね、こう高めて、お互い高め合える仲間だと思いますし、ライバルだと思うので。そうですね、はい、今日はいいライバル対決でしたね。あ、なるほど、うん、で小林さん、そういったライバルというのは、まあ、はい、小林さんにとっては大立場の三沢さんがいて、それから後輩の秋山選手もいましたけれども、はい、やはり節目節目ではそういった大一番でぶつかっていく相手になるわけですよね。そうですね、まあ、追われる関係なしにライバルになれば、追われる関係ないですよね。もうそういった関係ではなくなってくるんですね、はい、やっぱりこの三沢さんとの戦いであったり、純との戦いっていうのはプロレスだけの戦いじゃなくて、他の競技であったりとの戦いでもありましたし、はい、野球とか相撲とかとの戦いでもありましたし、はい、そういう戦いをやっぱりどんどんチャンピオンはやっていってほしいですよね。そうですね、はい、まさに今ファンからの